T14 突撃戦車は第二次世界大戦中にアメリカ合衆国とイギリスの二国間共同で開発された車両である。T14 突撃戦車はイギリスで使用するための不評戦車を両国で共用するべく設計されることが予想されていた。イギリスのチャーチル不評戦車は2年にわたり収益しており、これは当初の形式よりも大幅な改善が施されたことから 本社の先行モデルは1944年まで生産されなかった。T14 突撃戦車の計画は試作に止まり実現段階にまで至らなかった。アメリカでの開発努力は同様によく走行が施され、しかし使用に際してより高速の発揮できる戦車へと注がれた。これは不評支援用の T20 中戦車へとつながった。1941年。 アメリカ合衆国兵器部門の長官は、当時生産中であった、イギリスのチャーチル不評戦車よりも、強力かつ強固に走行された、走行戦闘車両の設計に関して議論するため、イギリスを訪問した。本社の設計は、イギリスの QF6 ポンド砲、またはアメリカ製の 75mm 砲を装備する、ものであった。 これらは M4 中戦車と多くの部品を共通化していたが、走行に関しては約2倍の厚みを持つ 101.6mm が砲塔に採用された。1942年、イギリスでは当初8500両の生産を支持していた。1944年に完了した先行試作型の試験は本社が実戦投入するにはあまりにも過重であることを示していた。 この時すでにイギリス軍は改良型のチャーチル不評戦車をアメリカ軍は M4A3E に中戦車ジャンボを運用していたことから T14 突撃戦車のこれ以上の開発は中止された。本社はアメリカンロコモーティブカンパニーにより二両のみが製造されアメリカで試験された車両とイギリスへは試験用の車両が輸送された。イギリスの車両は ボービントン戦車博物館で展示されている。ありがとうございます。